エルロシオの乙女、マリアエルロシオの、聖堂三流カルデバラメーダからの巡礼者が、グアダルキビール川の河口を越えて、対岸のドニャーナへ向かうエルロシオの巡礼、エルロシオの巡礼、ローマーデエルロシオ、ローマーデエルロシオは、スペインのアンダルシア州ウエルバ県の自治体アルモンテの、集落、エルロシオにあるエルロシオの礼拝堂で毎年、行われる巡礼である。 エル・ロシオの巡礼は、アンダルシア州ウエル・バケン・アルモンテにある、エル・ロシオの聖母マリアに捧げられたエル・ロシオの、礼拝堂の周りで毎年行われる巡礼である。日本のガイドブックでは一般に、ロシオの巡礼祭と紹介されている。ペンテコステに行われて、100万人が参加する、スペイン最大の巡礼と言われていて、ドニャーナ国立公園内でキャンプしたり、 馬でグアダルキビール川の河口を越えたり、滅場車で参加する人もいる。地球の歩き方、スペイン2010から2011スペイン最大の祭りである、ロシオ巡礼祭。ありがとうございます。